中央校舎、ベリスタ館、駅前校舎先週学校カワイ塾仙台校は、純学校法人分離学院が運営する、宮城県仙台市青葉区本町に所在する、予備校。河合塾グループの一員であるが、学校法人河合塾の直営校舎ではない。以前は、学校法人河合塾の仙台事務所が、河合塾仙台校の中央校舎内にあった。キャッチフレーズは、 フェイス2フェイスで、河合塾のエイムハイとは異なるのが特徴である。兵庫県神戸市のコロンビア学院同様、比較的自由にカリキュラムを組めるため、基本的な部分は、河合塾直営校舎と同じシステムに準拠しつつも、仙台校オリジナルと称する独自カリキュラムを採用している。例えば、昼休みにセンター30分ドリルを実施したり、もし、 校内テストの成績で積点を取ると閉館時間まで居残り歩行を強制することなどが挙げられる。このため、河合塾グループの中でも比較的厳しい校風と言われている。開校当初は東北分離学園分離予備校という名称であり、当時より東北最大の予備校としての地位を確立していた。しかし、大ゼミの仙台進出後に生徒数が減少しだしたため、 大手予備校の河井塾が分離予備校を九州合併しててこ入れすることを提案。しかし、分離予備校では反対運動が起きたため、分離予備校の一部が仙台分離に分裂。そのため、河井塾は分離予備校を運営する分離学院との合併を断念し、代わりに分離学院と河井塾との間で提携を結び、河井塾グループに入ることで合意した。その後、 分離予備校は1991年に河合塾分離に2006年には河合塾仙台校に改称し現在に至る。純学校法人分離学院は2006年4月1日より公明を河合塾仙台校とすることを東北地区高等学校に通知。同時期には河合塾グループである札幌予備学院が河合塾に九州合併され、 河井塾札幌校に改称したが、仙台校は河井塾地方事務所の整理統合と個人情報管理の簡略化の都合上、公明変更しただけであり、運営は引き続き分離学院が行っている。河井塾仙台事務所は中央校舎本館1階に河井塾東北地区営業部として移転し、本館前にあった河井塾仙台事務所の看板も現在は外されている。 2006年度から2009年度まで、分離学院では、中央校舎を、老人生専用校舎と位置づけており、季節講習の期間を除き、原則として老人生向けの授業以外は、開校されなかった。ベリスタ館、編集分離予備校時代より長年にわたり、分離学院の拠点となっている。2010年3月までは改装工事をしていたため、アカデミア館が本館機能を担っていた。 2010年4月よりベリスタ館としてリニューアルされた。アカデミア館、編集分離学院と河井塾が共同で設立した比較的新しい建物である。老人生向けのほとんどの事業はアカデミア館で行われている。本館が使用できなかった期間中は中央校舎における本館機能を代行していた。4階から7階は主にトップレベル。 ハイレベルコースのホームクラスとして使用されている。1号館、編集1階に書店が入居し、2階から5階は、総計大、地方国立大、私立大コースのホームクラスとして使用されている。以前は、小学、中学、グリーンコースが使用していたが、現在は5号館に移転しているため、小中学生向けの授業は開講されていない。リーブル、河井塾、編集正式には、 愛書店リーブル、河合塾店という名称であり、河合塾分離の時代には、リーブル分離と称した。分離学院が直接運営しない一般の書店である、ため、塾生でなくても利用することができる。参考書専門の書店であり、河合塾系のみならず、大ゼミ、寸大の参考書も取り揃えている。春先には、教科書販売所として一部の高校に指定されており、その時期は、 通常の営業を休止する。仙台の大手予備校では、同店の他よ予備ゼミのある仙台校。なお、他の河合塾直営校舎及び神戸、コロンビア学院にハリーブル、河合塾は置かれていない。2号館、編集2.3階に普通教室が設けられている。かつては1階に、学生食堂、サンピアが営業されていた。この食堂は、リーブル、河合塾同様、 誰でも入店することが可能であり、混雑時には熟成に混じって本町界隈のサラリーマン、公務員が食事をとる風景が見受けられた。5号館、編集川井塾ネクストの本町教室が入居している。3.46.7号館、編集駅前校舎が設置される前は、中央校舎には他にも建物があったが、現在は解体、売却され、民間駐車場になっている。 サデ時間、編集自習室専用校舎であったが、現在は使用休止中。駅前校舎、編集2006年度以降より、分離学院は、駅前校舎を、現役生専用校舎と位置づけており、河合塾直営校における、現役間に相当する校舎であった。季節講習の期間を除き、原則として、現役生向けの授業以外は開校されない。ただし、 ブース式自習室、スペースエイトは中央校舎に所属する老人生でも使用可能である。上述のベリスタ館の開業に伴い、2010年に閉鎖。2011年2月15日より、四谷学院の仙台校となった。仙台校最上位のコースであり、在籍者は全員 T テキストと呼ばれる専用教材を使用する。英語、国語は、 分離共通の時間割であるため、ABBB クラスと一括りにされることが多い。国語のすべての授業と英語の一部授業、地歴論術においてトップ添削システムを採用しており、他のコースよりもきめ細かい添削を受けることが可能である。数学は、レギュラー授業は講義のみであるが、その代わり週1回数学道場と呼ばれる独自の添削授業がある。 認定基準が厳しいため、在籍学生は各地方のトップ高校卒業者が大半を占めている。ABBB クラスと並ぶ仙台高最上位のコースであり、在籍者は全員 T テキストと呼ばれる専用教材を使用する。英語の一部授業ではトップ添削システムを採用しているため、他のコースよりきめ細かい添削を受けることが可能である。数学は、レギュラー授業は、 講義のみであるが、その代わり週1回数学道場と呼ばれる独自の添削授業がある。認定基準が厳しいため、在籍学生は各地方のトップ高校卒業者が大半を占めている。仙台校は東京からのアクセスが悪くないため、首都圏をメインに出校している講師が多い。首都圏の複数校舎に出校した後、新幹線を利用して毎週1日から3日、 程度滞在し、仙台校の授業に出向する。また、東北地区所属の講師は、現役官との掛け持ちや地元で副業を行っている人に限られるが、これは東北地区が首都圏地区と比べて校舎数が絶対的に少なく、各校をローテーションする場合は、首都圏に居住した方が都合が良いからであると考えられる。東北地区における少額。 中学グリーンコースの教室名で主催は分離学院の子会社の分離ラーニングである。ありがとうございます。